クリーナーキラー完成しました。つうかさっきご飯炊けてたんだよな。ちょっと飯食ってくるわ。どうもこんばんは、カルアリオです。本日はカーラのところに行きます。おえびちゃびちゃ。おら、おい、やるやんけ。はい、残念。はい、残念。よし、これに懲りずにね、また来世も挑戦してくれればいいから。どうする、みんな。借金マンに会いに行く？借金マン会いに行かなくていいか。ちょっと一旦ここで止まります。向こうに敵がいっぱいいます。でもね、いいの、気にしないで。こうやって、こうやって、こうやって、はは、愉快愉快。上からの攻撃には弱いね、君。はい、おー、まだ死んでね。はい。あいつもソングバード使いか。はい、呼吸を受けましたら、ここです。あんた向こう水だね。あんた向こう水だね。はっ、はい、はいはいはい、どんどん行くよ、どんどん削っていくよ、ね、いいかい？どんどん削っていくよ。いいよ、ソングバードいいよ。はい、ドーンからの、いいよ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 。あー、ミスった、落ちちゃった、地面に足がついちゃった。おいおい、どこ行くねん。ちょっと屋根があるところ入んないで。こっち来て、お願い。こっち来て。いいから、早く。ごたくはいい。ごたくはいいと言っているだろう。あんよ。あんよが上手。あんよが上手。4本もあるからね。おい、こっち来い。あ、終わり。あら、そう。エアちゃん、初期。次のミッションはね、どうぞアタハ勢力排除ということなんですけれども、またこれで行こっか。ヘアドレッサーで行こっか。カーラおばたん、ペンペン。エアちゃんとのデート、やべ、あれだ、ヘアドレッサーはあの接近戦特化型の機体だから、結構あの厳しいかもしんない、時間かかるかもしんない。
おい、待って、待って。あ、なんだ、なんか来やがったぜ。オッケー。ありゃ、まぬけのラミーじゃねえな。たまらんよ、ミサイルは。はい、終わり。はい、毎度終わり。ちょっとせっかくなんで、お姿をね、お見せしておきましょうかね。これ、サムネにしたらいいんじゃないの？機体名、ヘアドレッサー、識別名称、カルーア寮。なんでストーリー最初からやってんのって思うでしょ？ハードをね、乗り換えたからなんだよ。PS5 にしたらさ、データはちゃんとね、残ってたんだけど、コンバートできたんだけど、なんかストーリーの進行具合が、なんか1周目からになってた。4周目なのに。何なんだろう。ところでレイブ、彼女の2つは灰かぶりですが、これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話の類でしょうか。ババアだからだよ。ヘアドレッサーのまま来ちゃった。どうしよう。ああ、これだとあのシースパイダー戦きつそうだな。これアーマードコアってこういう楽しみ方もあるからね。あーん、指摘指摘に無敵。シースパイダー戦がきついけど、どういかが痛そう。これ下から行けるかな。これ、あ、これね、四脚だったらね、下から行けるんだよね。でも、二脚だから。あ、死んだ。おい、当たらないんですね。はい、当たらないんですね。なんで？お腹いっぱい。これさ、上から来るじゃん。上見に行けねえかな。あー、無理だ。あ、ここ乗れる。いなくね？ねえ。この松ぼっくりのところが弱点。多分。あ、痛い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 。うわお。あ、そっか。ああ、アサルトアーマーじゃねえ。アサルトアーマーじゃなくて、あれだった。痛い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 。アサルトアーマーじゃなくてパルスシールドだった。オッケー、いいよ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 。格闘技でもやれるっていうことをね、見せてあげるよ。ほら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 、ちょっと、はい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 、ジマーマン撃ち。僕も飛びます。はい、ほい、あ、いた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 。あー、そんな食らう、そんな食らいますか。ああ、これどうすんの。オッケー、あぶ、はい
はい、お願い。はい、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 オッケー。これはあれだね、格闘技でもいけるっていうことが証明されてしまったね。違うね、4周目だからね。僕倒し方把握してるから。めっちゃ生きてたけど、リペアキット全部使い切ってんもんな。それにしたってあんたは運がない。へへ、へへへ。あ、それからもう一つ。へへ、なんだ。こいつはあくまで物資輸送のための代物だ。へへ。友人で打ち出されるのはあんたが初めてになるだろうね。ええ、え、それ先に言ってよ。だったらこんなことじゃなかったよ。ねえ、なんで先に言わない。ねえ。怖いんですけど。エアちゃん、手を握って。びちゃびちゃ。聞き分けないこの胸が歌い出して止まらない。上手じゃなくてごめんなさい、だけど聞いて届けマイメロディ、マイメロディ、星空を越えて君の夢守るリボン。